のニュースレターへようこそ。今日のニュースは次の通りです。AKB48 出身の2人がジョイントライブ。人気女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、演歌歌手の岩佐美咲27と、同じく AKB48 の元メンバーで、現在はタレント&ピアニストとして活躍中の松井咲子31の2人が3日、都内で岩佐美咲&松井咲子 in ブルーズアレーと題したジョイントライブを開いた。2人は AKB48 で同期の仲良しコンビだったことから、この日は岩佐は歌手、松井はピアノ奏者としてオリジナル楽曲や AKB48 時代の懐かしいヒット曲などを歌唱&演奏する1日限りのスペシャルライブが実現することになった。昼夜2回公演に合わせて約200人の熱烈なファンが詰めかける中、昼の第1部は、岩佐のボーカルと松井のピアノのコラボで AKB48 時代のヒット曲、ポニーテールとシュシュで幕を開け、ソロコーナーで松井が AKB48 の会いたかったなどをピアノで熱演。後半は松井のピアノ演奏&岩佐の歌唱で AKB48 の365日の紙飛行機など2人で全13曲を披露した。最後まで息のぴったり合ったライブで満員のファンを魅了した松井はグループを卒業して、何年も経ってから大人になった私たちがまたこうやって大人な曲を皆さんにお届けできるのが嬉しくて、とても感慨深いです。岩佐は、ファーストコンサートで咲子のピアノで歌わせていただいてからもう6年が経ちましたが、ずっとやりたいなと思っていたライブが実現して、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました、と話していた。今日のニュースレターはここで終わります。視聴していただきありがとうございます。購読して通知ベルをタップして、今日の最新ニュースを入手してください。よろしくお願いします。